皆さん、こんにちは。今日は2回目です。この前は 7×4 の答えを忘れてしまった本太郎先生に答えの見つけ方を教えてあげましたね。今日の本太郎先生、9×9 まで書けそうだったもう一歩のところで、9×7 の答えを忘れてしまいました。ガビーン。すると、コウタ君は 9×7 の答えを次のように考えて求めてくれました。9×7 は 5×7 と何か ×7 を合わせると求められると、コウタ君は考えました。この塊が7つと、何の塊が7つを合わせたのでしょう。コウタ君はどう考えたのかな。さて、コウタ君の考え、わかりましたか？今日は掛け算の決まりを理解し、九九の答えを求めていくことを目当てにします。さて、コウタ君の考え方、 9×7 を5×7 と、そうです、 4×7 に分けて、それを合わせて 5×7 が 35、 4×7 が 28 で、合わせて63と考えましたね。こうやって 9×7 を忘れても答えを求めることができました。かけられる数の9を5と4に分けて考えたんですね。次は、かけられる数の9を5と4以外に他の分け方ができるかを考えてみましょう。9を6と3に分ける考えで考えてみました。すると、 9×7 は6と3に分けて、 6×7 と 3×7 を合わせて考えました。すると 6×7 が 42、 3×7 が 21 になりますので、合わせて63ですね。9を6と3に分けても、先ほど5と4に分けた時と同じように答えは63になりました。今度は9を7と2に分ける考えでやってみましょう。 9×7 は、先ほどは6と3でしたが、次は7と2に分けてみます。するとこうなりますね。 7×7 と 2×7、 9を7と2に分ける考えは 7×7 が 49、 2×7 が14、合わせるとどうなりますか？やっぱり63ですね。9を7と2に分けて考えても答えは同じになります。かけられる数の9をどのように分けても答えは同じになる。今日のまとめはこうです。掛け算では、かけられる数を分けて計算しても
答えは同じになるです。コンタロー先生、よかったですね。これで答え忘れても答えを見つけることができました。次に練習問題をやってみましょう。1番です。 9×8 は 3×8 と何 ×8 に分けて計算することができるでしょうか。答えは3と6に分けることができますね。ですから 3×8 が24と 6×8 が48で、合わせた答えは72が正解です。2番の問題です。 7×6 は何 ×6 と何 ×6 に分けて計算できるでしょうか。7を2と5に分けてみると 2×6 12と 5×6 で30、合わせて42になります。今日の振り返りです。掛け算の決まりを理解し、九九の答えを求めましょうでした。掛けられる数をということで今日は考えていきました。どんなことが分かったでしょうか。振り返りに記入してみましょう。今日もよく頑張りました。また次回会いましょう。さようなら。